ヨハン・ゲオルク・エルザーは、ドイツの、ハンナチュンドカ、アドルフ・ヒトラー暗殺未遂事件の実行者として、知られる。ゲオルク・エルザー生誕100年記念に発行された、特別発行日程ビュルテンベルク王国のヘルマリンゲン、出身。ケーニヒス・ブローンの小学校を卒業した後、大工の職業訓練を受け、1922年から、ケーニヒス・ブローンや、アーレニア、 ハイデンハイムの建具屋で大工として働いた。さらに1925年から1929年にかけてコンスタンツの工場で働いた。ここで次元爆弾の知識を身につけた。1929年から1932年にかけてはスイスで再び大工として働いた。ドイツへ帰国した後、ハイデンハイムの工場で働いた。 エルザーは1928年に同僚に誘われて、ドイツ共産党の戦闘部隊、赤色戦線戦士同盟に入隊している。そして1933年に共産党が解散させられるまで共産党に投票していた。ただしエルザーは、信仰熱心なプロテスタントであり、決して共産主義者というわけではなかった。単に共産党が労働者の利益を、 最も重視している政党だと考えて投票していただけであった。対してアドルフ・ヒトラーや国家社会主義ドイツ労働者等の政策には明確に反対していた。ビュルガー・ブロイケラー跡地にあるゲオル・クウェルザーを記念する名番1939年11月8日、ヒトラーはかつてミュンヘン一期の舞台となったビアホールビュルガー・ブロイケラーで 毎年恒例であったミュンヘン一期16周年記念演説を行った。この年、ヒトラーはベルリンで行われる第二次世界大戦に関する打ち合わせのため例年より早めに演説を切り上げ会場を後にした。ヒトラーが退席した後、次元爆弾が爆発し、7人が死亡し、63人が負傷した。SD のラインハルト・ハイドリヒやバルター・シェレンベルクは、 イギリスの諜報機関の仕業と睨み、翌日11月9日には、オランダのフェンドウで活動していた、シギズムンド・ペインベストとリチャード・ヘンリー・スティーブンスの2名を、拉致した。一方、エルザーは11月8日夜に、スイスへ不法越境しようとして逮捕されていた。エルザーは、爆弾犯が自分であることを自白したが、単独犯であることを主張し、イギリスの陰謀を否定した。しかしヒトラーは、 イギリスの陰謀と確信しており、新衛隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーに背後関係を調べるよう命じた。ヒムラーは、自らがエルザーの取り調べに赴いた。居合わせた者の,の証言によるとヒムラーはエルザーに罵声を浴びせながら、足下にし、さらに下下っぽの一人にエルザーをぐっで打ちつけさせ、苦痛で悲鳴を上げるまで打ちつえた後、エルザーは再び、 ヒムラーの前に引きずり出されて、バリと足蹴りを受けたという。それでもエルザーは単独犯であると主張した。ヒムラーは、その後、フランツ・ヨーゼフ・フーバー、アルトゥール・ネーベに取り調べを任せたが、フーバーも自白させられず、エルザーの単独犯の結論を出した。ネーベは、後に7月20日事件に参加し、処刑されている。ハイドリヒも、単独犯と認めるしかなかった。 捜査の失敗にヒムラーはヒトラーから検跡を受けたという。1945年4月9日にダッハウ強制収容所内で処刑された。逮捕後もヒトラーの死の直前まで生かされ、処刑後もドイツ政府が彼の存在を隠し続けていた理由には、エルザーはドイツが東西に分裂した冷戦時代には、西ドイツでは共産主義者の偏屈なドイツ人とみなされ、 東ドイツではドイツを解放したのはソ連赤軍であると無視された。冷戦が終わり、ドイツが再統一されて、以降の1993年にエルザー復権署名運動が始まり、1997年にゲオルク・エルザー広場がミュンヘンに登場。2001年には市民単独の行動を称えるゲオルク・エルザー賞が設けられた。2014年には、 ドイツのメルケル首相がエルザーを自ら戦争を阻止しようとした人物であると評価した。ありがとうございます。